ツネザルの防衛策がヤバすぎる。キツネザル、別名うんこ投げザル。その愛くるしい見た目からは想像もつかない、とんでもない野郎なんです。敵に襲われると威嚇のためにキツネに激似の叫び声を上げるんですが、本当のヤバさはここから。追い詰められると、なんと自らのうんこを手に取り、敵の目や顔面に投げつけるという暴挙に出るのです。そう、文字通りのクソ野郎。しかもこのクソ攻撃めちゃくちゃ有効らしいんです。相手は目がうんこまみれになり動きがなまるし、何よりうんこの匂いでパニック状態に。ちなみに彼らはこの攻撃を仲間内でも使うことがあるそうで、群れのいざこざではクソが飛び交う地獄絵図が広がるとか。こんな奇抜な防衛策を持つキツネザルに興味を持った方はグッドボタン。